ブライトンさん、アストンビラ相手に6失点で派手に散る。ボコボコにされてますやん。思わず笑っちゃった。アストンビラめっちゃ強いな。ブライトンらしい派手な散り方だった。特に今日は晴れだった。ド派手さがいいね。でゼルビは切り替えさすの上手やし、次頑張ろう。こういうモアスも含めてブライトンが好き。クロスがいないからだね。カイセドを失い、クロスを欠いてしまうとこういう展開はしんどいですね。クロスの怪我、エンシソの離脱がじわり影響してきた。ビラ本当は相性悪いな。アトキンス化け物すぎるな。アトキンスが圧巻すぎた。これはどこのチームも欲しがる CF だわ。ミトマは全然だったな。ミトマ本当もう休んでくれって感じ。ブラック企業並みにミトマを酷使しすぎ。リーグ戦集中するためにカラバを捨てたんじゃないの。笑い。カップ戦だから負けたって言い訳できなくてかわいそう。次はどんな言い訳をするのかな。毎日サッカーに関する動画を投稿しています。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。